匂いは戦いの日だ。お、ウサタ君、ローズさんとお揃いの服か。犬神先輩、どうしたんです？こんな朝早くに。まあ、あれだ、朝の散歩ってやつだよ。それよりもこの鎧、どうだい？いや、どうと言われても綺麗だろ。でもそれだけじゃないんだ。どういうことか知りたい？知りたいよね。この鎧にはね、私の雷魔法をサポートする機能が備わっているのさ。そして動きは邪魔しない設計。関節とか見事だろ。なんか嬉しそうっすね。先輩って可愛いものとかよりそういうのが好きなんですね。そんなことはないよ。元の世界ではサボテンを栽培して癒されていたし。あ、それが可愛いものかどうかは議論の余地がありますね。じゃあウサト君が私の癒しになればいいじゃないか。え、何その調理を、すで意味がわからないです。かたくなだな、ウサト君。だが私にはわかっているよ。それは君の照れ隠し、つまりツンであるとね。先輩、落ち着いて。ツンあるところ常に照れあり。私はウサト君がデレデレする状況を所望している。さあ、仲良くしよう。そうって、人は話をする生き物です。対話をしましょう。時には力技も必要な時がある。今がその時だ。クズキ、助けて。先輩、何してるんですか。え、本当に来た。邪魔するな、カズキ君。シグルスさんが呼んでますから行きますよ。ウサト君を手中に収めたらすぐ行く。今すぐ連れてってくれ、カズキ。分かった、ウサト。覚えていろ、